はい、こんにちは。マサティチャンネルです。いつもご視聴誠にありがとうございます。本日は千葉県の旭市にやってまいりました。今回の動画は旭市の市営住宅2軒回りたいと思います。西の住宅並びに緑住宅、この2箇所回りたいと思います。で、この2箇所、西の住宅、緑住宅とも、今後ですね、用途廃止予定ということになっておりまして、で、現在ですね、住まわれている方、そちらの、お宅に配慮した形で、撮影したいと思います。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。余談なんですけども、私、この撮影日から、遡って一月前にですね、ついにコロナ感染いたしまして、これ本当にですね、きつかったですね。私の場合、高熱がまず出てですね、で、その後、喉の痛み、これまでの経験上最大にして、最悪の痛さでしたね。もうこれね、多分私も感染しないようにですね、まあ、未だに日頃、公共交通機関ですとか、屋内の施設、出入りするときに必ずマスクつけてとか、かなり慎重にはなっていたんですけども、まあ、そうした中でもやっぱりなってしまうときはなってしまうということで防ぎようがないんじゃないかなと思うんですが、まあ、皆さんくれぐれも、気をつけて日々、お過ごしくださいということをまず一つ申し上げたいと思います。いやー、しかし炎天下でこれ、この時期のこういった撮影は厳しいですね。何やらちょっと気になるお店ですけど、まあ、こういうお店もあったりするということですね。どういうお店だって ただいまご覧いただきました通り、1軒目、西の住宅、まだ住まわれている方結構いらっしゃいましてですね、まあ、今後ですね、用途廃止予定と、書いてありましたので、現在住まわれている方が、何らかの経緯で、退去された、その時点で、廃止と、その後解体に向かうのではないかということだと思います。
じゃあ次の目的地、緑住宅に行ってみましょう。まあ、1軒目の西の住宅があのような感じでしたので、2軒目の緑住宅も同じくまあ住まわれている方はいらっしゃってですね、さらっとこう取る程度で今回終わるかもしれないですね。でこれ一応毎回ですねお話してるんですけども、まあ私がですね、まあ生まれた埼玉県草加市というところで生まれたんですが、まあそこから現在住んでいる千葉県方面に引っ越してくるときにですね、まあ約1年半ぐらいだったと思うんですけども、2階建てのテラスハウス団地に住んでいたことがあります。そうした経緯からですね、今回ご紹介しているようなテラスハウス団地、こういったところを見て回ってると、無性にこう懐かしさを感じるんですよね。ただいまご覧いただきました通り、千葉県旭市の市営住宅2カ所、ご覧いただきました。まだいずれもですね、住まわれている方いらっしゃいますので、さらっと取るだけにいたしました。で今関東近郊でもですね、市営住宅、公営住宅、平屋、並びに2階建ての住宅は徐々にですね、解体する方向へ行ってるようです。まあ、ですので昭和レトロ、懐かしの、テラスハウス住宅、平屋住宅、目にする機会というのも、これから徐々に減っていくんじゃないかなと思います。延々炎天下の中を日傘を差して歩いてきたんですが、今こうした児童公園の前を通りかかったんですけども、ふと奥の方を見たらですね、 SL が展示されてるんですよね。いや歩いて今旭駅まで、徒歩で移動してたんですが、いやコミュニティバスがあるにはあるんですが、時間が全然、ダイヤがですね、非常に少なくて、乗るに乗れなかったので今歩いてきたんですけども、こうした SL を拝むことができたと。ちょっとカメラだとこれ映せないかな。
ちょっとフェンスが邪魔になってるか、邪魔になってるかもしれませんが、見えにくいかもしれませんが、昭和15年製造の SL みたいですね。ちょっとフェンスのそばまで行ってみましょうか。見えますかね。ちょっと映り込んでいないような気もするんですが、ちょっと反対側から行ってみましょう。で、裏から見るとこんな感じですね。フェンスに囲われているんで、保存状況が非常に良いかなという気がするんですが、ちょっと暑いな。さすがに声も震えてくるぐらいの暑さなんですが、ちょっと遠回りしてこうして移動するとこうした出会いもあるということで、この動画を締めたいと思います。そうか、ここ、裏手が神社になってたんですね。で、こう幼稚園も併設されている神社、成田山と書いてあるんですが、ここはちょっとさらっと撮るだけにしましょうか。このような神社になっているということですね。で、そのそばの公園に SL が展示されているというプチ情報でした。はい、今度こそ以上で終わりにしたいと思います。ではでは。